続いては特集です。はい、今回は今が旬スイタクワイの調理法と題してお届けします。それではどうぞ。さて、こちらのキャラクターといえば皆さんもちろんご存知ですよね。スイタ市のイメージキャラクタースイタンです。ではこのスイタンの元となっているスイタの名産品は何でしょうか。1. 玉ねぎ 2. ニンニク 3. クワイ。正解は3番のクワイ。スイタンはスイタクワイというスイタ市の伝統野菜がモチーフなんです。え、そんな野菜食べたことない？それでは今回はスイタクワイを食べてみましょう。クワイと聞くとまず最初におせち料理を想像する人が多いですよね。そのクワイの中でもスイタンのモチーフになっているスイタクワイは何話の伝統野菜に指定されている貴重な野菜なんですね。スイタン、ではどれだけ貴重な野菜なのかこちらをご覧ください。クワイは芽が出ている姿からおめでたい、芽が出ると縁起が担がれおせち料理に使われてきました。スイタクワイは一般的なクワイより小粒で直径およそ2センチ前後、沼地や田んぼなどで育つ水生植物で、江戸時代から明治維新までおよそ200年近くの間京都御所に献上され、京華にも読まれるほどの美味だったそうです。ところが戦後の宅地開発など絶滅の危機にさらされ、昭和30年代には幻の野菜と言われるほどになってしまったのです。そんなスイタクワイを絶滅の危機から救ったのがスイタクワイ保存会。昭和60年に市民らによって結成され保存活動が始まったのです。一時は絶滅の危機にさらされたスイタクワイですが、現在は市民の皆さんの手によって守られているんです。スイタクワイ保存殿に指定されているこちらの平野農園では、大阪学院大学の学生やボランティアスタッフと共同でスイタクワイの栽培を行っています。スイタクワイは6月頃に植え付けを行い、水の管理や除草などの手入れをします。収穫前には地上の葉を刈り取り、土を掘り返すようにして収穫します。小さなクワイを傷つけないようにして掘り起こすのは大変な作業です。あのね、スイタクワイというのはね、まず実が小さいの、そして非常に栽培にね向かない、野生的ななんかこう植物なのかな。たくさん取るためのね対策はいろいろしますねんけど、数量がほとんど上がらないの、うん、僕の思いはね、僕の命がある限りあのクワイとともにねこれだけ広がりますと、皆さんもすごくこう興味持たれてきておりますし、すごく声援応援をねいただけますのでね、何か力をいただけて農業しててよかったなというのはねクワイからです、はい、スイタクワイを残そうという熱い思いは若い世代へと受け継がれています。そしてこちらが今年収穫したスイタクワイです。早速これを食べてみようと思うのですが、ここだけの話、おせち料理ではないレシピをご紹介しちゃいますよ。ということで、スイタクワイの料理方法を千里近蘭大学植物栄養学科の八木千鶴先生に教えていただきました。先生、クワイってどんな野菜なんですか？お味的にはホクホクして、で少し苦味がある、それがちょっとね特徴なんです。でスイタクワイなんですけれども、スイタクワイはその苦味にほんのりとした甘みがあります。栗のような甘み。最近では焼いたりとか蒸してさらにまた揚げたりとか、いろんなお料理ができると思います。煮物以外にもいろんな料理ができるんですね。はい、では最初に、
すいたくわい入り関西風お雑煮を作りましょう。関西風ということで白味噌を使ったお雑煮で、一番だしを使って美味しく仕上げていきたいと思います。材料は4人分です。昆布 9g、 花かつお 9g で一番だし 600cc を取ります。白味噌は 100g。 具材は大根 70g、 金時人参 25g、 里芋2個、丸餅4個、すいたくわい8個です。大根と金時人参は 5mm ぐらいの厚さ、里芋は 1cm ぐらいの輪切りにします。先生、今回の主役であるすいたくわいはどのように下準備したらいいですか？すいたくわいはアクがちょっと強いんです。ですのでまずは皮を剥いていきますね。包丁を使って目をね落とさないようにしてお尻の方からね剥いていきます。今日のお雑煮はすいたくわいのこのね目の出た可愛い形をねそのまま生かしていきたいので剥いています。で、水につけていきますので、もうね前にちょっとねお水を用意しています。お水につけたものを今度はゆでこぼしていきますね。でもうこのお水にはアクがありますので、新しいお水に変えてお鍋に入れていきます。でお水から、しっかりと沸騰させます。これぐらいのサイズでしたら3分ぐらいのところで引き上げても大丈夫かと思います。はい、ではすいたくわいの下準備ができましたのでお雑煮の方を作っていこうと思います。まずは一番だしを取ります。あらかじめ水 700cc に30分ほどつけた昆布を加熱して沸騰寸前に取り出します。そこへ花かつおを入れ再び沸騰させた後、火を止め花かつおが沈んだらざるでこします。でこれで材料をね煮ていこうと思います。まず硬いものからということで、意外にねこの大根なんかが硬いですのでね、入れてもう湯がいていきますね。里芋、金時人参を鍋に入れます。くわいを入れていこうと思います。くわいは一旦下茹でしているので、里芋と大根が柔らかくなれば煮るという工程は終了になります。お味噌なんですけれども、お味噌はねこのまま入れるとなかなかすぐ溶けないので、お出汁を少し入れて、ここでお味噌を少しね柔らかくしておきます。はい、じゃあ入れます。お餅は一緒に煮ると溶けてしまうので、食べる直前に別の鍋で茹でてお椀に盛ります。次にすいたくわい入り炊き込みご飯を作りましょう。すいたくわい入り炊き込みご飯はくわいの甘みと苦みがほろ苦く効いた美味しい炊き込みご飯になります。材料は4人分です。お米1と2分の1カップ、お水 360cc、 薄口醤油大さじ1と3分の1、鶏のもも肉 60g、 人参 20g、 干し椎茸1枚、薄揚げ2分の1枚、すいたくわい8個です。で薄揚げは油抜きしてください。で、全て、千切りです。長さは食べやすい大きさに切っていただいたらいいかと思います。で鶏肉の方ですけれども、鶏肉は1センチ角ぐらいです。くわいの方は先ほど出ましたくわいのくずを使って、もうちょ少しね、細かくなってますが、そういった材料になってます。でお米の方なんですが、お米は洗って水につけておいてください。次はもうあとは混ぜるだけです。なのでどうぞまずはお醤油から混ぜてください。はい、では次に、具を入れていきましょう。お酒もざーっと、もう一食体になるので気を使わずにざっと入れていってください。最後にすいたくわいを加えましょうか。はい、それでは炊飯器の方にセットいたします。で通常の白米モードで大丈夫ですので蓋をして、あとは、スイッチオン。
になります。そしてもう一品、この他にもかわいいスイタクワイのレシピもご紹介します。スイタン揚げを作りましょう。スイタクワイの皮を剥き、茹でこぼしてアクを取ります。薄力粉をつけます。卵白にくぐらせます。次に衣を作ります。おかきをすりこぎで細かく砕きます。そうめんは手で細かく折ります。スイタクワイをそれぞれの衣につけていきます。海苔を切ってスイタンの顔のパーツを作ります。漬け生姜を細く切って口を作ります。三つ葉を湯がいてリボンを結びます。スイタクワイに目と口をつけます。新挽き粉をつけます。目の周りの粒を外します。中温に熱した油にスイタクワイを入れ揚げます。三つ葉を目の部分に添えて完成。いかがでしたか？インスタ映え間違いなしです。はい、出来上がりましたので早速いただきましょうか。はい、いただきます。白味噌の甘みの中にクワイの苦味がアクセントになってて美味しいです。そうですか、よかったです。ではご飯もいただきます。はい、じゃあ私食べてみよう。はい、いかがでしょうか。炊き込みご飯がマイルドになってすごい美味しいです。クワイが入ることによって普通の炊き込みご飯より確かにアクセントもありますね。そしてこちらスイタクワイのスイタン、こちらも試食してみたいと思います。見た目にも可愛いですし、中は栗のようにホクホクして美味しいです。スイタン揚げは衣の種類もたくさんあって奥様と一緒に作っていくのも楽しいでしょうね。一時は幻の野菜と呼ばれたスイタクワイですが、保存会の皆さんの努力によってこうして食卓に戻ってくることができました。おせち料理以外にもいろんな調理法で楽しめるスイタクワイです。ぜひ皆さんも食べてみてくださいね。スイタクワイっていろんな調理法があるんですね。そうですね。僕気になったのはね、スイタン揚げ、息子に弁当を作るんですよ毎月。はい、でまあウインナーで作ったタコとかね、リンゴで作ったウサギとかいろいろ作るんですが、スイタンのクワイ、これは園児たちの注目を集めること間違いないでしょう。ねえ、スイタン揚げ本当に可愛かったですよ ね。そしてお雑煮と炊き込みご飯もとっても美味しそうでした。他にもいろんなレシピありましてね、以前紹介したレシピなどはスイタ市のホームページで紹介しています。そちらも参考にしてください。そして気になるスイタクワイどこで購入できるのか、こちらです。はい、スイタ元気農家とハピスマ朝市 in サンクス夢広場が12月20日水曜日9時30分から11時まで JR スイタ駅前サンクス夢広場にて開催予定です。またスイタ朝市 in スイタ市役所が12月24日日曜日9時30分から11時まで市役所正面玄関前にて開催予定です。どちらも売り切れ次第終了となりますので、皆さんお早めにお越しください。まあ、この日はスイタクワイ以外にもね、地元の新鮮野菜が販売されるということでね、ぜひ皆さんお出かけください。また12月22日金曜日までインフォレストスイタではスイタクワイフェアを開催。スイタクワイで作った焼酎芽吹きを販売するということでね、これもな気になりますよね。ぜひお出かけください。以上特集でした。